しゃべりにくいけど、今からはしご酒をしたいと思います。リプロおじさん、めっちゃ懐かしい。あのリプロおじさんのチーズケーキを食べてから早1年、まさか大阪に住むとは。1軒目は祇園庄司さんです。100円で課金したら大瓶って、これは課金するしかなくない？しかも朝日高そうなのにすごいなって思います。さあ、みんな大好き瓶ビールからビールを注ぐあの瞬間です。今日さ、私軟骨にピアス開けてないんやけど、なんか春ピアスつけてみた。可愛くない？じゃあお疲れ様、乾杯。はい、言葉はいらない、うめえ。メインの串カツの前に腹ごしらえ、中飲みセットでついてくるお豆腐と単品で頼んだ赤ソーセージを食べる前にビール補給は必須ですね。赤ソーセージがブームなのか、どの居酒屋さんにもある気がするよね。福岡の居酒屋にあんまないけん、ちょっと勝手にブームなのかなと思って、ちょっとつい頼んじゃいます。そしてこの赤ソーセージとビールの組み合わせ、最高、最高。串カツ盛りはナス、豚ロース、キスと、なんとも豪華だし、タンパク質大好きな私としては2つともお魚を肉って最高すぎます。そしてソースはもちろんポン酢やお塩で食べられるけん、味変し放題で飽きずに食べられそうなのもいいなと思います。お塩で食べる串カツってなんか京都っぽくないってちょっと思ったんやけど、まあ、最初は安定にソースで食べたいと思います。じゃあ私は今大阪府民やけんね。大阪のスナック感ある感じとは全然また違って、繊細さを感じる串カツってので食べ比べにもおすすめしたいです。パン粉が細かいからこっちの方が本数食べられそうな気がしてうまいです。油物と焼き粉のバランス、これも最高すぎます。前から見てくれている視聴者さんはもしかしたらうすうす気づいたかもしれないけど、なんか今日テロップ少なくねってちょっと思った方いるかもしれません。ちょっと今試験的にテロップ少なくて動画の更新頻度を上げた方が視聴者さんいっぱい見てくれるんじゃないかっていう、ちょっとねそういう感じで今回新しい試みをしてみたいと思います。もしこれが見づらかったりしたらちょっとコメントいただけたら嬉しいです。豚ロースは全然硬くなくてしっとりしとって、これセットに仮になくても単品で頼んでほしいぐらいかなりおすすめしたいです。しかも豚ロースは脂肪ほぼゼロで、はしご酒にも胃がもたれずにぴったりすぎます。今思ったけどキスはポン酢で食べても美味しかったかなと思いました。ただもちろん串カツのソースもかなり合いましたよ。ちょっとショート動画用にも並行で撮影をさせてください。ショート動画もぼちぼち上げます。キスね、すごいなと思ったのが、見て中になんと大葉が仕込まれてました。キスってどうしても臭みが出やすいし、まあ、せんべろ価格だとこれはしょうがないと私的に思うんやけど、この細かい配慮は嬉しすぎます。トウモロコシ1本と、はい、あと若鶏チューリップ1本、1軒目にして美味しすぎたので季節限定のトウモロコシを頼みました。なんと100円です。ただ期間限定だから今は置いてないかも。ちょっと投稿遅くなってごめん。トウモロコシの甘さがしっかりと引き出されてて、これ本当美味しかったです。あと若鶏チューリップは170円でした。私大阪でいろんな串カツ屋さんに行ったんやけど、なんでか若鶏チューリップ好きでどのお店でも頼む
チキンカツは私の中でどのお肉よりもジューシーに感じるし、串カツソースとかなり合うけん、ぜひ串カツ食べ比べするときにお供に頼んでほしいです。お会計は1690円でした。これだけ串カツ食べて、あと大瓶でこの価格、最高に安いなと思います。しかも串カツはソースとお塩とポン酢といろんな味変もできるから、最後まで飽きずに美味しく食べれます。1軒目最高に美味しかった。ではお疲れ様。1軒目串カツでめっちゃ美味しかったし、実はプライベートでも行ったことあるぐらい本当おすすめのお店なんで、ぜひみんなも行ってほしいです。実は2軒目もリピートのお店なんですが、すぐそこです。この千日前のアーケードのパチンコを、やりたい人は勝負してもらって、パチンコ屋さんをくぐり抜けて、そして釣り吉さんの横にある千日前園さんで2軒目飲んでいきます。検索してたらこのお店が出てきて、で実はその昨日普通にプライベートで来たんですよ。でめちゃくちゃ美味しすぎて、あもうここ絶対動画撮りたいと思って、で昨日いたスタッフさんには ここって YouTube とかって大丈夫なんですかねっていう風に言ったら来てもらいました。2軒目も贅沢に青瓶で札幌ラガーにしました。なんで大阪ってこんなに瓶ビール安いんやろ。私の中で安さ重視の時はもう瓶ビールが主流になってきてます。じゃあ2軒目いただきます。乾杯。瓶ビールが似合う店内で飲む瓶ビール最高です。ありがとうございます。私の大好きなサーモンとパンテの枝豆ちゃんです。この2つ速攻で出てきました。しかもサーモンが5切れも入っててこんなに脂が乗ってて絶対美味しいやつ。安くてもしっかり厚みのあるから、油のとろとろさがしっかり口の中でなくなって、これ本当美味しかったです。しかも5切れも入っとるけど、もうこれだけ美味しいと瞬殺なので、一人飲みにもちょうどいい量だと思います。串焼きは豚タンとハラミを注文しました。どっちとも190円です。この美味しそうなビジュアルだけで何杯でも飲めちゃいそうです。タンからいただきます。甘辛ダレと炭焼きの香りとタンの歯ごたえ、マジ酒必須です。しかもほんの少しだけど柑橘感も感じられて、濃いけど重くなりすぎないから女性受けも絶対いいと思います。これはね、大瓶にして大正解です。いくらお酒あっても足らんけん。ハラミを190円にしてしっかり厚みもあって、マジ撮影忘れてラストに慌てて撮っちゃいました。でもね、そのぐらい本当に美味しすぎました。すいません、焼きの鶏せせりを一つと、あと、ニンニクの素揚げをやってもらっていいですか。はい、ありがとうございます。追加で鶏せせりと、あと揚げニンニクを注文しました。彼を認めよう。ニンニクはどうしても外せなかった。そしてみんなピンボケすまん、どのタイミングで気合入っとんねんって感じやけど、なんでか今気合が入ったので早速ニンニクいただきます。大阪の大衆居酒屋さんって基本揚げニンニク置いておけん、これめっちゃ嬉しい。そして鶏せせりいただきます。ちょっとカメラを用意するのめんどくさくて、あーごめん、やっぱりぼやけてます。そして何事もなかったかのようにいただきます。せせりならではのコリコリ感とタレが絶対合うと思って追加したけど、これはね大正解すぎました。そして追いニンニク、これがうめんだわ。これだけ美味しい組み合わせだとビールも瞬殺で飲み終わりました。これはお酒を追加せねばの前に追いニンニク、
次はシークワーサーチューハイ380円でした。では乾杯。ここに来て柑橘系でちょっとお口をリフレッシュさせます。かーシークワーサーうまい、最高です。福岡おった時は焼き鳥イコール鶏ももとか豚バラとかそっち系がオーソドックスだったからこそホルモン系の串焼きってあんまり食べたことなかったんよね。だけどね、もうホルモンってそもそも間違いなくお酒好きな人には絶対ハマるよね。千日前園さんはサワー系も割とたくさんあったからホルモンが好きでもビールや焼酎苦手だなっていう方でも行きやすいと思います。そしてさっきまで出番がなかったけどここに来て枝豆ちゃんが大活躍してくれます。枝豆って起承転結の気と血で本領を発揮してくれる欠かせない存在よね。分かってくれる人おる？お会計は2320円でした。これだけ美味しい串焼きとサーモンまで頼んでこの価格、これは大満足すぎます。そして最後三脚立てるのめんどくさくてちょっと手持ちになってブレブレで本当にごめんなさい。すいません、ブレブレすぎました。じゃあ2軒目ごちそうさまでした。お腹がすごいお腹いっぱいでいやーなんばなんかいい意味でちょうどいいというか本当いろんな人が行きやすい、いろんな人が使いやすいというか本当お酒好きな人にはたまらん街だと思いますじゃあちょっとラストはずっと気になっとったけど行けなかったお店があって、ラストになるかちょっと分かんないけどとりあえずそこに行かせてもらいます。撮影許可出るといいな。ラストはお蕎麦とおでんで締められる居酒屋ジンベイさんです。では締めの始めはゆずハイボールにしました。乾杯。普通のハイボールももちろん好きやけど柑橘系のハイボールさっぱりするけ何杯でも飲めちゃう美味しさです。ここのゆずハイ本当美味しかった。おでんはマストということでまず大根と卵にしました。大根これで180円でしかもお箸がスッと入る柔らかさ、絶対美味しいやつ、はい、柔らかくて出汁の優しい味も染み取るけど大根ならではの辛さもしっかりとあって本当にバランスのいいおでんでした。カニのサラスパっていうのが気になった件注文しました。お蕎麦を食べる前なのに炭水化物、安定のスパサラが国によってなんだか高級感味わえるのにコスパいい件お得感すごいです。そしてお酒が進むやつでめちゃくちゃ美味しい。値上げ値上げで卵が高い時代なのに1個120円で食べられるってかなりありがたい。卵自体が大好きやけどおでんの卵ってなんでこんなに美味しいんやろ。ちょっとさすがに酔っ払ってる。すいません、日本酒の琵琶の長寿を、はい、あとぶっかけそばを一つ、はい、あ、グラス、はい、本格的な締めを頼んだ件準備体制はバッチリです。ではこちらのハイボール飲みします。ゆずハイほんとさっぱり飲みやすかったけんおすすめです。お蕎麦を食べるけん日本酒がいいかなと思って日本酒にしました。余韻もあってちょっとこうやってねこぼしたりして本当にもったいないことをしている自分が非常に憎い。比較的甘口でフルーティーな日本酒が好きな私としてはかなり好きな味でした。甘いって言ってもくどさがなかったのも良かったです。そして締めはぶっかけそばをいただきます。えぐみがてんこ盛りで細いおそばがラストでも食欲をそそります。
蕎麦の香りと相性はうちからスルスル入っていくし、はしご酒でいろいろ食べたいにも負担がかかりにくい味と麺の細さ、このバランス最高です。蕎麦つゆがちょっと濃いめやけん、それが日本酒とあって締めでもしっかり飲めちゃいます。締めのためにあると言っても過言じゃないお蕎麦やけん、量は少ないんやけど、ラストちょこっと麺を食べたいが叶うお店って案外少ないから、がっつり食べ飲みした後でも寄りたくなるお店です。お会計は2270円でした。上品な感じのカジュアル酒場やけど、値段は良心的やし、お酒が安いのも嬉しいなと思いました。では日本酒飲み干したので、本日も簡易完食ごちそうさまでした。次のエリアは